以前にインスタの DM からサコッシュとスマホケースを注文いただいた方がいらっしゃって、でその方がですね、こう納期がちょっとこれくらいかかってしまいますって言った時に、ものづくりされる方のこうお気持ちがよくわかりますので、急ぎませんのでゆっくりと作ってくださいって、でもなんて気の利く方やろう思って、人やな思って、そしたらその方から屋久島に行きますのでワークショップ申し込みますって連絡来て、きっと気の利く方がいらっしゃるんや、もうあの聞きよう、人生経験豊富なんやろな、年上の方でこれくらいのこんな方かなと思って、姉妹でいらっしゃったら、もうめっちゃ若くて可愛らしい方だったんですよ。こんな可愛い、気の利く可愛い人がって言って、思いながらでワークショップさせてもうて、んで妹さんは和菓子職人さんで、また妹さんもこれまた人格者で可愛いで、人格者で、もうこんな素敵な方が作ったお菓子を、和菓子を私は食べたいと思いました。私もそんな風に思っていただけるように、スキル的にも人格的にも磨きを頑張りたいと思います。というわけで、そのお姉ちゃんの方が、確かお姉ちゃんの方、この私が黒身茸と名付けた二つ折り財布を注文していただいて、ほんでその和菓子職人さんの妹さんが、この長財布、ブラックとグレーのちょっとお揃い、ブラックグレーお揃いっぽい、めっちゃセンスいい、この色合わせでお出していただいて、出来上がりましたので、ちょっとなんか送るの寂しいけど、お送りいたします。ありがとうございます。